こんにちは、日本一韓国ドラマを語るマジです。今日は最終回ちょっと微妙だったなっていうドラマを紹介します。1つ目青春の記録、2つ目都会の男女の恋愛法、3つ目結婚作詞離婚作、4つ目ラブアラームシーズン2。いやーちょっと微妙やったよね。 YUA めっちゃいい作品やから